人は水戸の黄門様と呼ぶ。この行為とはここ庄内平野に広がる鶴岡へとたどり着いたのであった。鶴岡は栄えたが治める太平の地であった。
に一人召し、かつ金に変えて大儲けをもくろむとは、なんともけしからん。厳しいサタンワールドカップもいたぜ。酒井が属したことは言うまでもない。